東林県は、山梨県鶴市にある松尾芭蕉が滞在したとされる宮居。天羅天羅2年江戸の大火によって、芭蕉庵が焼かれた。天羅3年正月半ば、徘徊の弟子、秋元家の国家老高山大鹿都黒が芭蕉に、帰り峡を進めた。その後、高山伝え右門家の東方の山裾に位置する、薬師堂前の屋敷の離れに滞在した。この離れを、 東林県と名付けていた。夏馬の地公がお絵に見る心なり、場所編手ぬるく滝、長武滝から、大鹿戸黒平成16年5月混流。天保三年夏に開かれた、連区会での場所の句と、その句に応じた大鹿戸黒の句が記されている。里面には、楠本六尾による、この句の解説が記されている。深川の松もなくらむ雪の埋め里面の説明によると、この句比は、 鶴種俳句連盟の創立40周年を迎えるにあたり、平成24年11月に混流された。この句は、江戸時代の廃所、場所を多く解散校に、場所作として掲載されているものである。加えて、句の意味も書かれている。富士急行線、谷村町駅から徒歩8分、高取賢治、場所を谷村藩流宮余分場所と、円通院生読み、出版、2000年。 ピアニッシも8、10、ありがとうございます。